辰江駅は徳島県小松島市辰江町歌舞伎にある四国旅客鉄道麦線の駅。駅番号は M08。駅の標高は2.1メートル。駅舎は地上駅舎。ホームは島式一面二線で構内踏切を通る。両開きの分岐器を駅の前後に有している。駅舎前に郵便ポストがある。1972年頃無人化された。 小さくシンプルな開業以来の駅舎をリフォームして使用していたが2017年に取り壊されて簡素な駅舎となった。駅舎前に郵便ポストがある。改札内のトイレと公衆電話は2017年の初代駅舎取り壊し時に撤去された。元長郡立港町の玄関口で四国88カ所の19番札所の最寄り駅。ホームから見て 駅舎側は住宅が立ち並ぶ。反対の東側は田んぼが広がっている。ガランとしていて寂しい印象がある。最寄りの県道から駅に至る道路も狭いため、最寄りのバス停は県道28号線の立江小学校前となっており、700メートルほどの距離がある。オペンダタウェブ、サイト徳島県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。AB。 全国鉄道事情大研究四国編202ページ。建物財産表による。区鉄太郎の鉄道データベース96。なぜ長期未開業船は、鉄道要欄に記載されないか。ありがとうございます。